ひなです。ゆなです。めいです。ゆりです。まやです。れいらです。ピンク、ラテ、ピー、ピー、始まるよ。イエーイ。はい、ということで今回はワードウルフをやっていきたいと思います。イエーイ。皆さん、めんかつ TV 見てくれてる方でしたらもうルールはお分かりだと思うんですけど、改めてご紹介すると、一人ずつワードを出されます。で、その中に一人だけ違うワードを持っている人がいるんですけど、簡単に言うとその人を見つけろっていうことですね。はい。で、一人だけワードが違うウルフは、その自分が自分がウルフだと気づかれないようにいろいろ騙して、他の人はそのウルフを見つけるっていうゲームになっております。はい、はい、なりすましてもいいね。でもなんか自分が違うねって気づいたら、私そう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 こうですみたいな、うん、そうそうってやってるかもしれない。常に疑っていきたいと思います。はい、はい、やっていきたいと思います、はい、それではどうぞ。トークしますね。はい、3分間いきます。よーい、スタート。したことはありますか？あります。あります。まあ、あるよね、みんな。あるよね。いつ、なんていうの、どの時にやりましたか？どの時、前回こっちが質問攻めして怪しまれた。あ、誰かみんな質問してた。私に問われたくない。セリは学校でしました。あ、私も学校でした。学校。学校で。記憶にないくらい昔。確かに小学校かも。中学校でないかな、私は。あ、でもセリは体育の授業の時にいつもお休み。先生によって。あ、確かに。あ、確かに。セリは体育祭の時にしました。あ、それそれ。確かに。全体でね。え、わかんない。やめちゃうね。なんか質問してみて。質問してみていいよ。え、やだ。みんな今いつだ。みんなやったことがありまして。あります。学校でやったこと。全員で。体育関係してる。体育関係してる。たくさんの人でやるようになってことね。合同でやること。確かに。合同一緒。今のところね、体育祭でやるって言ったら、体育の時にやる。体育祭だけ？はい、体育祭だけ。そうなんだ。学校とはまた別。でもさ、難しくないその先生とかそういうのに言って、あ、ちょっとやらない。先生じゃない。それじゃなくて、違うオリジナルみたいなやつでやるんですよ。全国共通じゃないのかな。え、共通じゃないだって。残り30秒。なんか地域によって違うみたいな。あ、うん、なんか大阪でも、うん、学校が違う友達によってなんかその種類が違うから。やることは一緒。目的は一緒。うんうんうん。そう。ちょっとなんか難しいよね。ストップね、そのままね。レイラに2票を。え、レイラ？あ、私マリア。あ、マリア。はい、レイラに1票。メインに2票。ユナに2票。マリアに1票。ってことは？で、その2人でみんなどっちか指さそう。おー、あー。いっせーので。あ、入れるんですね。あ、メイが多いかな。お、あ、え、レイラはなんで言うのだと思った？え、なんか、まあ、やっぱり話しすぎてるのと、いつもやん、なんか、ちょっと違うなって思い、うん、私、ウルフの方が分かっちゃって、なんか変なこと口走りました、1個。え、そうなの？
うるわ効果があったのって、うるわの気持ちになってなんか話しちゃって一個。で、ちょっとなんか怪しくなっちゃう。あー、違うこと言っちゃった。あとで言いました。はい。じゃあ、メイだと思った3人は、どこが怪しかった？みなちゃんと、でも話してることが一緒だった。あ、自分が一緒だったから？なんか合わせてる感じがしました。意味わかんなかったのもん。バリアは？あ、もう喋ってなかった気がした。うんうん、ああ、なるほど。結果発表お願いします。はい、今回のウルフは、メイです。なんか、と思う。何が？学校なんだよ。ボンビル、ボンビル。だって私、ウルフがさあ、こっちは、全員はラジオ体操だったんですよ。ラーメン私、組体操やったんですよ。あ、違うよ、組体操。絶対組体操かと思って、自分ウルフと思って、勝手に組体操の曲って、学校によって違うじゃん。そんなこと言ってんのが、なんか体育祭だけしか踊らんって言ってたから、先生によって違うじゃん。ラジオ体操踊る先生と、私の場合なんか、足が速くなるダンスを踊る先生とかも。あ、わかる。何それ。学校って話題一発目に出てきた瞬間から、あ、自分、違うなって。思う通りだもんね。いや、信じてくれてありがとう。よかったよ。今回はウルフの負けで。おー。わかんなかったよ。わかったです。2回戦目、はい、いきまーす。じゃあ3分間いきまーす。よーい、スタート。言葉で何か表すの大事、大事、大事。これがないとちょっとね、うまくいかないですね。そうだね。でもこれがうまくいかなかったらちょっとつらい。確かに。的な感じ。うんうんうん、続いた。ここにもある。あるうん、でも、うん、まあ、まあ、絶好調、絶好調、絶好調、ねえ、夏休みですか？そうだ、そうだね、なんか分かんない。ゆずはちゃんはどうですか？ねえ、ゆずはちゃん怖い。発言してください、ちゃんと。残り1分。みんな言ってる。大事なものだね。大事だけど、なんかたまに家みたいな。うん。いや、わかんない。え、それってどこにあるっていうのは？全然言ってるじゃん。なんていうの、どこで一番使う？どこに、その、ある？心？どういう？うん。に感じるみたいな。そう。あ、うん。学校とか、困ってる時とか、相談したり、そうそうそう、そこで10秒、考えてること同じ、あ、家族とは違う、違う、じゃあウルフだと思う人を指さしてください。わかんない、いきますよ、せーの。あ、ごめんなさい、失礼。わかんないから、もうわかんないから、ちょっとね、レイラに1、私手あげて、あ、2、レイラに2、マリアに1、ユズハに2、マリア2、ユズハ2、じゃあユズハとマリアとレイラ、リラちゃんで、リラちゃん、リラちゃん、みんなで指さすよ。え？リーダーとマリアとゆずはの3人ね。え、わかった。いっせーので、あ、私お互いマリアが一番多いかな。え、マリアだ、マリアだ、マリアだ、違うと思ったのに。じゃあ、レイラから順番に答え言ってこうかな。いや、なんだ、うん、友情だね。え、嘘、友情です。
友情です。友情です。愛情です。あ、途中で気づいたんだもん。ほら。よくわかったね。え、そうだってレイラ絶対みんなと一緒なのに、だってなんかすごいすごい2回もレイラのこと刺してきたから。違う人刺したらさ、怪しまれるかなと思って、ちょっとすぐ気づきました。でも何でもちょっと、まず言い合わせないよねって言って、でそれが一緒だったんですよ。でその後何だっけ、だって最近うまくいってるみたいな。あ、愛情なんてうまくいくとかあると思って、あとなんか時々ちょっと面倒くさくなるみたいな。愛情じゃなくなって、愛情友情だと思って。友情すごい、すごい、さすが、やったー、素晴らしい。じゃあ次ラストいきますね。みんなたくさん喋ってウルフ導き出してね。はい、はい、じゃあラストいきます。3分よーいスタート。毎日見る、私も毎日見ます。見るよね、見ます。家に引きこもってたんで最近私。そうない時がありました。ああ、それは基本なんか出る時というか、ちょっと出たらすぐ見えるよねみたいな。あるです。時間帯があるのかな。そうだね、そうだね。待って、何レイラちょっと目が、そういうことで目あったっけ。、ね、怖い誰か目あって、怖い。いつ切ってみますか、それ。いつ言える、ちょっと出たら見えるもんな。どういうそうしてみたら疑われたんですけど、止めてくれた。じゃあ行こうきいいですか。いいよいいよ。それを見た時に、ね、どういう印象を感じますか。どういう印象。虫じゃあさ、今の時期だからさ、長いじゃん。そうだね、確かに。私は合ってると。でも、ちょっと私さ、ちょっと一個引っかかったなって。印象的な時に無心って言ったやん。私無心じゃない気がするよ。無心って何て言うの、何て言うの。そんな考える。そのものに対しての印象、なんか色とかって赤だったら元気とか青だったら、あ、もう一緒。そのものの印象みたいなのあるでしょ。そういうものを見出す印象みたいな。第一印象って言うと何かなって思って。明るいとか元気とか、暑い、そうとか。大丈夫ですか。ね、多分答え分かると思う。分かってるよね、うん、私ウルフも分かってると思う、だよね、分かってると思う。多分私の質問の仕方が悪かったが、多分死んでいったような気もしちゃってきて、ちょっとメイちゃんは疑ってたけど、なんか違うような気もして、ちょっとどうしようとか。どうしよう、なんか大きいか小さいか。でも実物わかんない。まあ実際見たことない。そうですね。やっぱり10秒。なんて言えばいいの、なんて言えばいいの。シューラとシュー、絶対一緒なの。なんか4人喋らなすぎる。喋っていいよ。ねえ、わかんないって。ウルフを一斉なんでいいですよ。一斉なんで。ストップ。メイに1票、セリに4票、マリアに1票。マリアちゃんに3票で。あれ？マリアか。マリア。え、なんで？ちょっと喋ってて。すいません。マリアのお題何だったか。発表をお願いします。太陽。え、一緒です。え、一緒だよ。ほら言ったじゃん。ごめん、ついにハゲ頭でした。だからなんか最初何のことだったか全く分かんなくて。確かに。じゃあその印象。だから印象みたいな、暑いとか言ってるから歯みたいな。二人がめっちゃこうやって喋ってて、でも何のことか分かんなかった。喋れないなと思って。そうね、なんか首かしげてたから、シリちゃんかなって思ったんだけど、なんかシリちゃん一回ワルフなんだっけ、ワルフになってたから、
なってない。え？なってないよ。まだなってない。え？なんか大きさって言ったから、あの月かなと思って、うん、月。太陽。ごめんなさい。じゃあ、ほら。虫みたいな太陽とか。太陽眩しいぜとか。それって印象じゃないじゃん。そうなんか太陽を描くっていうか太陽みたいな人とか言うやん。そういう印象みたいな。確かに太陽を見て感じるのは虫の。確かにそれはそうかも。ごめん。最初の毎日見るって言ったから曇りの日とか、ね、今日なんか見えないなと思って。だからあなんか違うのかなと思っちゃった。これは、ごめんなさい。ごめんなさい。でも毎日見るって、ハゲ頭を押さえちゃう。一人間違えた。確かに。はい、ということで、終わりですか？はい。ということで、いかがでしたでしょうか？勘違いが、うん、あの、すごくみんな思い込み激しかった。もう、うるだと思ってた。みんな危機感持ちすぎて、喋ってないよ。喋りましょう。はい、ということで、もし、この動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。